フランス菓子の徳本さと子です。今日はお菓子作りの段取りについてお話しさせていただきます。受講生さんとオンラインでズームでつないでいろいろお菓子作りの悩みとかお聞きしてたんですけれども、その中の一つに段取りが苦手なんですと。でやっぱり段取りができてないとどーっと疲れるし、出来上がったお菓子も思うようにならなかったりするっていうようなお話が出てきました。それで私なりにどうやったら段取りってうまくなるんだろうって考えてみましたので、今日はお伝えしようと思います。ただですね、私自身段取りがうまいわけではなくって、こうなかなか自分にとっても、ね、課題なんです。でそれでこう今までレッスンする中でも段取りすることがこう求められてきてたので、どうやったらできるんだろうっていうことを自分なりにずっと工夫しながらやってきました。その中で気づいてこうやったら良くなったよっていうことがあるので、今日はそれをお伝えできたらと思います。まず結論から言うと、紙に書き出すことです。パソコンとかでももちろんいいんですけれども、両方私もやってみて、できたらね、紙の方が良かったです。こう書くことによってこう自分の思考がこう整理できるっていうんですか、ね、これもしこう紙に書いてなかったらどうなるかというと、ずっと頭の中でぐる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 とそのことばっかり考えたりするんです。もう例えばいつに何か作らないとっていうことがあったら、もうそのこう手順とかをねずっとこう考えたりしちゃうので、それを一回紙に全部ねこう書き出してみる。でそうすると何々したらいいかっていうことが視覚的にはっきりとこう自分の中でこう認識できるので、こうそのぐるぐるがねまずなくなります。俯瞰して見れるようになるから、例えば最初これを先にしてって思ってたけれども、この順番逆にした方がいいんじゃないかなとか、これをこうしようとかいうふうにパズルのように組み立てて順番をね考えることができるんです。それによってこう無駄な時間とかもね省いていけるので、この書き出すっていうことはすごくいい方法だなと思っています。これに気がついたのは、お菓子作りでこう販売するときに大量生産することがあったんです。でその時にやっぱり7種類とか8種類のこうお菓子を同時進行で作るっていうことをしたんです。でもちろんもう段取りをきっちり書いとかないと、もうそんだけ種類が多いともう何が何か分からなくなってしまうし、何か絶対自分の中でも忘れそうと思ったので書き出してみたんです。そしたらですね、結構こう漏れなくできたというか、何かこう大きなものを忘れたりとかせず段取りよくできたんです。でそれ以来、他の小さなこともそうやって書き出すようにしてたら、結構大体のことはうまくいくようになっています。でその時ねちょっとポイントがあって、お菓子作りってこう何月何日にお菓子を出したいとかプレゼントしたいっていうのがあれば、そこから作る時だけじゃなくって逆算してその材料をいつまでに揃えておかないといけないというのがありますよね。だからそこからねきっちり計画を立てとくんです。この日に作るんだったらここに材料を注文して、この日に材料が届いてラッピングとかするものをここに買っておいて、前日になんかこの生地を作って寝かしておいてとかいう感じで、こう段階を踏んで計画を立てていくんです。でその時にこうアバウトに前の週にこれをするとかっていう感じじゃなくって、何月何日の何時にこれをするとか、で何月何日のこの時間にこれをするっていう風に具体的にこの時間まで書いておく、日時を明確にしておくっていうことがすごく大事です。曖昧にしか決めてないと結局曖昧な結果しか得られないことが本当にね多いんですよ。実感として本当にあるので、分かんないなと思っても自分の中でね具体的に日時を決めておくのがポイントになります。そう段取りがうまくいくと何がいいって、短時間にできるんです。だから時間の節約になって、そのことによって自分の心に余裕が生まれてきます。だからね、余裕が生まれるってことは、もっとこんなことしたら面白いんじゃないかとか、いろんなこと思いついたり
また他のことできたりね、時間の使い方も上手くなっていくので、やっぱりこう段取り上手になれたらいいなっていうのはあります。はい、ということですけれども、最後にまとめさせていただくと、まず頭の中にあるものを紙に書き出してみてください。でその上でこう俯瞰して、どういう順番でそれをやっていったらいいのか、それを何月何日の何時にやるのかっていう具体的なところまでしっかりと描いて、こう逆算していくんですね。でそうやってこうね、整理してから取り掛かっていただくと、いろんなことを忘れたりとか、漏れがあったりっていうことが少なくなりますので、ぜひ試してみてください。今日の動画がためになった、何か気づきがあったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。徳島のこだわり素材をセレクトした材料配送付きのオンラインレッスンを開催しています。自分史上最高のお菓子を作るための基礎をギュッとコースに詰めました。動画レッスン、マンツーマンレッスン、販売などのお仕事にも使用できます。自分の可能性を広げて、日常がキラキラ輝く人生をぜひ手に入れてください。